ジャイズが男子アイドルプロジェクト、よしこです。本日リポーターを務めます夏美とゆりなです。よろしくお願いします。ゆりなちゃん、今日来ているのは、はい、上越市のどこでしたっけ。牧区のののそっとかなっけ牧口というところに来ています。今日行くところはですね、こちら見えますかね、何やら怪しげな看板が。字が怖いですね。怖いですね。今日行くのはですね、この八方の風穴というところと地面岩というところです。一体どんなところなんでしょうか。その奥に行ってみたいと思います。八方の風穴に到着しました。イエーイ。みなちゃん、どれぐらい登ってきたかね。15分くらいですかね、さっきの看板から。結構長かったね。長かったですね。行ってみようか。行ってみましょう。よし。すごいね、上の階段でしたね。階段になってるね。どこどこあった。あれじゃない。あ、これこれ。どこまで行っちゃう。これですかね。このね、えい、キュウが分かる。止まってね、止まって。あ、涼しい。本当本当涼しいですか。本当本当。わ、すごいすごい。止まって。はい。あ、あ、分かった分かった分かった。え、結構冷たいです。うん、なんかね、この心ら辺のね、なんか空気が、うん、違う、ね、違うよね。すごーい。すごい。あ、涼しい。今涼しい、また涼しいね。あ、雲の巣揺れてますよ。ほんと？あ、ほんとだ。わかったわかった。葉っぱとか。ね。来てるんだね、風ちゃんと。来てるんですね。あ、すごい。あ、ここが一番涼しい。ここここここ、ここだね。あ、わかったわかったわかった。穴からの直接みたいな。直接。自然のクーラーだね。ですね。さっきの風涼しかったね。涼しかったです、本当に。あ、人面岩発見。看板ありましたよ。よし、行ってみよう。どこだろう。あった。わ、でかいわ。思ったより大きかった。ここから見てみて書いてある。ここから見て、ね、見てみます。行ってみよう。ここから見て。これですか。うん、だと思うんだけど、ここから。そうだね。あ、え、ねえ、花、口じゃないですか。え、見えた。え、ねえ、花、口ですよ。え、見えないよ。え、ちょっと待ってください。教えて、教えて。これが目で。あ、そこ。これが、すいません、口みたいな。あ、そうなの。私、モアイさんみたいな感じだと思った。絶対これ目ですよ。それは私、鼻の穴だと思ってた。え、わかんないよ。え、絶対そうですよ、これ。え、なんか、かぶり物かぶってるみたいな。かぶり物かぶってる。嘘。え、絶対そうです、あれ目ですって。あ、なんかさ、鶴瓶さんみたいに。あ、そんな、そんな、鶴瓶さんみたいに。あの、言われてみればわかる。わかりますよね。うん、わかった。そこ目にしたら、うん、鶴瓶さんだよね。そうですね。想像していた以上にでかいですね。大きかったね。へぇー。怖い。まあ、どう見えるかは、皆さんの…皆さん次第ですね。皆さん次第ですね。ゆりなは鶴瓶さんに見えます。私はモアイに見えました。岩だけですよ、そういう繋がりは。宮間清水というところにやってきました。水がね、水が美味しそうですね。なんで飲んじゃう。なんで飲んじゃう。私を使っていいのか。どうぞ。ありがとう。うわ、いくらが。いくらが。いただきます。いただきます。冷たい。私、いいもの持ってる。何ですか。
じゃん。おっと。ここですね。さすがに。じゃあ、準備がよろしい。立ってみたいと思います。はい。今何度ですか？今、ただいま、あ、どんどん下がってます。下がってますね。すごいすごい。ただいま、10度です。10度。今日のね、上越市は34度くらいあるっていうから、うわこれはいいですね。あ、10度ですね。10度、いいね。冷たい。冷たいのじゃ。いいよね。